ハリファックス軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は54,691人であり、2000年の57,370人から4.7%減少した。軍庁所在地はハリファックス町であり、同軍で人口最大の都市はロアノークラピッツ市である。ハリファックス軍は ロアノークラピッツショート試験に属している。ハリファックス軍は1758年にエッジコム軍から分離して設立された。軍名は1748年から1761年までイギリスの貿易担当大臣を務めた第二代ハリファックス伯爵ジョージ・モンタギューイコールダンクにちなんで名付けられた。1774年 ハリファックス軍の南東部とティレル軍の一部を合わせてマーティン軍が設立された。ハリファックス軍は昔からオジロジカの捕獲量で州内第1位または第2位を保持していた。2009年から2010年の鹿狩猟シーズンでは5443頭のオジロジカを買った。第2位のノーサンプトン軍より250頭多かった。 ハリファックス軍の面下畑ハリファックス軍は、地域自治体の組織である、アッパーコースタル、プレーン自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は731平方マイルで、あり、このうち、陸地725平方マイル、水域は6平方マイルで、水域率は0.82%である。 ハリファックス軍は12の軍区に分割されている。ブリンクリー・ビル、バターウッド、コノコナラ、エンフィールド、ホーセット、ハリファックス、ホブグッド、リトルトン、パルミラ、ロアノークラピッツ、ローズニース、スコットランドネック、ウェルドンの各軍区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ハリファックス軍の自治体と、 軍区群内には地域に深く根ざした3人種、根血孤立型民族の子孫である、ハリワサポニ族が多く住んでいる。ありがとうございます。